はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。最近いろんなメーカーがいろんなポータブル電源出してきてるんですけど、エネルギー貯蔵業界で世界トップ10に入っているメーカーが超高速充電できて、 MPPT ソーラー充電回路もダブルで搭載した大容量ポータブル電源を発売するということで、今回そんなすごいモデルを使わせてもらえるということになりましたので、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形や、あとソーラー発電とかもいろいろ試してみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。ついに大手メーカーも本腰入れて参入してきましたね。で、今回測定してみるのがこれ、アルファ ESS 社製ポータブル電源ブラック B2000 っていうやつですね。で、スペックはと言いますと、はい、容量が 2200W 時、定格出力が 1600W、 最大瞬間出力が 3000W、 バッテリーの種類は3元系リチウムイオンで、充放電サイクルは約1600回以上、 80% 維持ですね。で、ソーラー発電入力が最大 600W で、サイズが 438×283×340 で、重量が約 22kg っていう風になってます。まず目につくのは充放電サイクルの1600回以上ってやつですかね。で、普通3元系リチウムイオンって500回とか600回とかなんですけど、こいつは1600回以上ってなってるので、なかなかの数値ですね。ちなみにアルファ ESS 社、私知らなかったので調べてみると、もともとこういった設備系の蓄電システムを販売している会社なんですね。ちなみにこの製品最大 60.5kW 時って書いてるので、ポータブル電源と桁違いですね。そしてテスラとか LG とか有名企業と肩を並べて世界シェア第6位なんですね。多分バッテリーの扱いはお手の物なんじゃないかと思います。はい、何やともあれ中身を出してみたんですけども、あれ、取説しか入ってない。で、取説なんですけども、はい、中身こんな風に日本語で全て書かれているので、迷うことなく使うことできると思います。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、下がバッテリーの残量パーセントで、その上が何時間使えるかの目安で、その上が出力っていう風になってます。で、今消えてますけど、左側に入力電力と充電完了までの目安の時間が出ます。で、画面の右に USB ゾーンがあって、タイプ A 形状が4口で、タイプ C 形状が2口ついてます。で、下の方に行きますと、 AC のコンセントが4口ついてます。そして左上の方に DC 12V 系の出力がついてます。で、横の方を見てみますと、はい、特に何もないんですけども、中央にファンの通風口がついてます。で、次は裏側を見てみると、はい、特に何もなさそうですけども、あ、なんか開きそうな蓋がついてますね。ここを開くと、はい、コネクターが2つついていて、右側がソーラー充電に使うためのアンダーソンコネクターで、左側は AC100V を挿すためのコネクターですね。はい、閉めるときはこんな感じに引っ掛けてカチャッとやれば簡単に閉まるんですけど、あれ、これ下の方にもなんか開くところがありそうですね。というわけで開けてみますと、お、あ、ここにケーブル類が入ってるんですね。道理で箱開けても取説しか入ってなかったわけですね。というわけで AC100V のケーブル、それからソーダー充電用のアンダーソンケーブル、これ片側が2系統一気に刺さるようになっていて、なるほど、これってダブルでついているという MPPT 充電回路に別系統の2系統を同時に入れることができるようになってるんですね。このケーブルを見るのは初めてです。そしてやっぱりケーブル類、こんな風に本体の中に収納できるとどこ行ったんだろうってなくならなくていいですね。そして逆サイドの側面はさっきと同じで通風口があるだけです。
で上側なんですけども、はい、物を置いてくれと言わんばかりの平らですね。そして左右に頑丈な持ち手がついてますので、結構重いんですけどしっかり持つことをできます。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、はい、ここに接続すると、はい、LED が点灯して充電中になりましたね。次は卓上加湿器、これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はい、ちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されている感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと、あ、これ画面すぐ消えるタイプだな。はい、右上約 24W、 うん、まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれ、ポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと、約60W、うん、まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと、はい、約75W です。はい、次は 100V 系ですけども、使う機器はこれ、ポータブルスポットクーラーの感激くんです。で、コンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れています。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。うん、ちゃんと動いてるみたいです。じゃあこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 175W、 うん、まだ余裕ありそうですね。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続していきなりマックスで運転します。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 1200W、 うん、まだ大丈夫そうです。で、次につがいてみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども、 200W、 400W 切り替えて使うことをできます。ではこれを 200W にセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、約 1240W、 まだいけるというわけで 400W 駆動にしてみますと、この時のトータル消費電力はと言いますと、はい、約 1420W。はい、もう少し余裕ありそうなんですけども、ちょっとちょうど良いつなぐものがなくなってきたので、ここら辺にしておきたいと思います。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラー、それから超小型セラミックファンヒーターマックス運転で、 400W 駆動のカーボンヒーター、そして USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホと卓上加湿器、今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせていますね。まあこんなに同時に使うことそんなにないんですけども、これだけ同時に動かせれば、まあ何かあっても安心ですかね。はい、次はですね、100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、お城スコープですね。
もっといろいろ細かく見たいなと思って少し前にちょっといいやつに買い替えました。で、電気の波形は大きく分けると制限波、疑似制限波、矩形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と矩形波はなんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や矩形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに矩形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい、で、今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプローブを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。で、どうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば大概のものは問題なく使うことできますね。で、下の方に出ている 59.88 っていうのが周波数なので、こいつ今約 60Hz が出力されてるって感じです。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何 V が出てるのか測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、はい、ほぼ 100V ぴったりというわけで、日本のコンセントと同じ電圧ですので、ほとんどの機器は安心して使えるかと思います。ちなみにこいつ省エネ機能っていうのがついていて、AC の出力が 6W 以下だと4時間後に自動的に電源がオフ、 DC と USB 出力が 2W 以下だと12時間後に自動的に電源オフっていう機能がついてます。で、これをキャンセルする方法は AC ボタンを3秒間長押しするとこの L っていうのが出てきて、自動で電源が落ちないモードに切り替わります。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で、使うのはこれ、電力量計です。で、電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、約 11.8V くらいで 34W 程度消費しています。では時間を置いて見ていくんですけども、経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにしてさらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。あ、そういえばこいつ一定時間で画面消えるタイプだった。こういう時は一定間隔で電源ボタンを押してくれる自作の押し太郎くんっていう装置を使用します。ではこれを本体に貼り付けて電源を入れますと、ちゃんと電源ボタンを押してくれて液晶も表示されましたね。はい、結構時間経ったんですけども、どうなってるのかと言いますと、冷蔵庫は停止して本体も 0% になってますね。で、最終的に何ワット実際得たのかと言いますと、1748W 時使えたってことになってます。あれ、スペックの 2200W 時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。では実際何パーセント伝えたのかと言いますと、計算すると、はい、約 80% 使えたってことになりますね。
で、世の中80から90% っていう製品が多いので、80% っていうのはまあ普通な数値かと思います。ただ高速充電モデルはバッテリーの接続方法が 12V じゃない場合が多いです。この場合、途中で一旦変換ロスが入りますので、いつもの 12V 測定より不利な条件にはなってしまいます。はい、では次は充電実験やってみたいと思います。で、実はこいつアルファライティングチャージっていうめちゃくちゃ高速な充電機能を持ってます。では早速充電するんですけども、付属品の中には AC アダプターっていうのはついてません。じゃあどうやって充電するのって言いますと、 AC コンセントのケーブルを直接本体に挿して 100V を入れて充電します。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がっていってます。じゃあちょっと早送りしていますかね。だいたい 1150W くらいで安定しましたかね。それではこのまま時間を置いて見ていきたいと思います。はい、しばらく時間が経つと 1300W 超えてきましたね。で、この時の音こんな感じなんですけど、 1300W 使って充電してる割にはそこそこ静かな感じです。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと、はい、2時間38分というわけで、ほぼスペック通りの充電時間ですね。で、約 80% までの充電であれば約1時間40分で到達しています。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと 2.75kWh でした。はい、次は AC100V の実用量を測定してみたいと思います。で、測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使ったカーボンヒーターでは、こいつを 200W で稼働します。で、実際何 W 消費しているのかと言いますと、本体では約 182W で、電力量計では 196W を消費しています。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、約10時間が経過したんですけども、ヒーターが停止して表示も消えています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、はい、1.91kW イコール 1910W 使えたってことになってます。で、 12V からの変換効率を計算すると約 110%、 いやいや 100% 超えてんじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけども、これ高速充電モデルで 12V 系の変換効率が低くて、100V 系の変換効率がいい機種だとこういう結果が出てきます。というわけで、こいつは 100V 系を使った方が効率がいい気がしますね。はい、で、純正のソーラーパネルもあるということですので見てみたいと思います。で、スペックはと言いますと、はい、最大出力が 300W、 開放電圧が 38.94V、最大出力動作電圧が 33V、 最大出力動作電流が 9.1A で、収納時の寸法が 895×610×45、 展開時の寸法が 2375×610 で、重量が 6.2kg っていう風になってます。
何はともあれ中身出していますかね。まずは広げてみますかね。はい、広げるとこんな感じで4枚折りになってますね。形的には長方形が4枚並んでいるような感じです。でパネルの表面なんですけども、はい、大きくしてみますと、うん、最近よく見かけるデコボコ形状で、なんかこれで発電効率がアップするっていう風に言われてるやつですね。あ、そうそう、さっきから気になってたんですけど、なんかこれ金属の部品が入ってるんですよね。でこれ何かと言いますと、あ、こうやって組み立ててここにソーラーパネルを置くスタンドですね。あ、確かに本体の背面にスタンドがついてないので、立ってるときはこれを使うって感じですかね。ちなみに背面のチャックを開けると、アンダーソンコネクターの接続ケーブルと取扱説明書が入ってます。それでは先ほどのソーラーパネルでどれくらい発電できるかやってみたいと思います。今日はあんまり雲もなく、今のところコンディションは良さそうですね。ではパネルを設置していきます。はい、設置が終わったら配線を接続します。では 300W のパネルで今何 W 充電できてるかと言いますと、はい、約 200W。 ただ今まだちょっとですね、建物の影が入っちゃってて 100% 能力を発揮できてない感じですね。はい、ではこのまま時間を置いて見ていきたいと思います。はい、結構時間が経って完全に夜になりました。では最終的に何パーセントまで充電できたかと言いますと、はい、18% で、今回結構日陰になる時間が早くて、完全に日が当たった状態の時間っていうのが短かったんですけども、最高 250W 以上発電できていたので、ちゃんと日の当たる場所で使えばもっと発電するはずです。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、触れ込み通り超高速充電やソーラー発電もしっかり機能しています。ちなみにソーラーは充電回路もう1個積んでますので、全く同じパネルをもう1枚追加すればもっと高速で充電できます。個人的には天面が超フラットになっている構造や、背面の内部にケーブル類を収納できる機構っていうのが使い勝手が良くてポイント高いですね。というわけで、バッテリー業界世界有数の大手メーカーが開発して、超高速充電にも対応したすっきりしたデザインのポータブル電源っていうのが欲しい人、また防災として大電力の機種を1台置いておきたいっていう人にはぴったりかもしれないです。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら、下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、いいねボタン、これだけがね、動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。
あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。